メトロセブンあるいは、環7高速鉄道は、東京都特別区の都心部から約10キロメートル圏の北東部地域を結ぶ、環状鉄道計画。北区の赤羽駅と江戸川区の火災臨海公園駅を結ぶ計画である。主に環7通りイコール都市計画道路環状7号の地下を利用する。当計画の名称はここから取られた。当初の足立区。 葛飾区、江戸川区の各地域を結ぶ構想から、現在では、足立区西側に隣接する北区の赤羽駅まで、延伸の上、同駅より、西部地域を環状に結ぶエートライナーと連絡し、特別区の外周部を相互に連絡する、鉄道計画に発展した。現在、JR 山手線と JR 武蔵野線の間には、環状鉄道がないため、 新たな環状鉄道を作ることで以下の効果が見込まれている。PR 活動も行われており、メトロセブン促進協議会が2018年に行った200名へのアンケートでは、メトロセブン構想の知名度は58%に上っており、メトロセブンが完成したら利用したいですかという質問においては、利用したいが78%となっている。 促進協議会が挙げている設置駅は以下の通り。当然これは暫定的な方針であり、今後の計画の進展によっては変更されることも大いにあり得る。環状7号線沿いは非常に大きな需要があるものの、ビルなどが立ち並んでおり、用地買収などの問題から地下路線にせざるを得ない。地下路線となれば、 走行費は1.5兆円を超え、もし銀行などから返済期間30年の借入金で建設したとしても、年間の利益は、返済額を約430億円下回り、債務超過に陥る。莫大な走行費を減らすため、車両をリニア地下鉄とし、トンネルを小さくするのが無難だが、1km あたりの利用者数は、 都営地下鉄大江戸線の2倍の利用が予測されており、東京都交通局12-000系電車のように、車両を小型化することが難しい。また、他社路線への乗り入れを考える面でも、リニューア地下鉄は避けなければならない。新路線導入空間となる環状7号線は、交差する道路や鉄道と、立体交差が多く、それら既存の構造物との空間上の調整を、 測ると同時に、地下構造物の埋設状況や軟弱地盤の調査などを行う必要がある。運行されているシャトル7のバス。路線が計画されている江戸川区は JR 総武線や東京メトロ東西線、都営地下鉄新宿線など、東西方向の鉄道網が発達しているものの、南北方向の鉄道は運行していない。そのため、 南北交通の充実という点で道路線計画に対する期待が高い。江戸川区では南北交通の充実という課題を解決するため、2007年からバス路線シャトル7の試験運行を開始した。京成バス江戸川営業所が車両の運行を行い、経由地は道路線計画とほぼ同じで、亀有駅、小岩駅、一野駅、加西駅、 火災林海公園駅東京ディズニーリゾートとなっている。2009年から正式路線として運行を行っている。その需要の高さから幾度も増便されており、2020年1月現在もこれ以上の増便が望まれているものの、小岩駅および亀有駅のバス停留所でのバスの発着が飽和状態になっており、これ以上の増便は 難しい状況となっている。ありがとうございます。